こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ、霊夢。何でも言うことを聞いてくれる奴隷が、いたらいいなと思うことはないか？私は奴隷より、イケメン執事だな。確かに現代人の倫理観で考えると、奴隷は人間をお金で売買する非人道的な存在だから、雇用する執事やメイドの方が受け入れやすいかもな。奴隷ってなんかボロボロの服を着せられて、いつも理不尽に肉体労働させられているイメージだよね。そのイメージはもしかしたら近代以降欧米で見られた、黒人奴隷のものかもしれないな。例えば古代ローマ人にとっての奴隷は、ちょっと印象が違うかもしれないぜ。もちろん理不尽な肉体労働もさせられることもあったが、都市部の奴隷などはきちんと社会の枠組みの中に織り込まれ、中には権力や財産を持っていた奴隷もいたんだぜ。それは奴隷っていうの？古代ローマの奴隷って一体どんな存在だったの？今回はそんな古代ローマの奴隷制度について、当時の奴隷の役割や価値、そして、歴史的にも名高い奴隷スパルタクスによる、反乱も解説するぜ。それではゆっくりしていってね。古代ローマは紀元前753年頃にローマ人の祖先が、住み着いた時が建国と言われているぜ。伝説上ではローマの起源は、狼に育てられた、ロムルスとレムスの双子の兄弟だったよね。ローマという都市名は初代王ロムルスに由来しているぜ。イタリア半島から始まったこの都市は、後に地中海、西ヨーロッパやアジア、アラブにまで勢力を伸ばす、言わずと知れた古代世界での超巨大国家だぜ。古代ローマは現在のヨーロッパの礎みたいなものだよね。古代ローマ時代は大きく3つの時代に区分されるぜ。王政ローマ期、共和政ローマ期、帝政ローマ期だ。古代ローマって言ってもとても長い期間なんだね。今回はこれらの時代から、奴隷についての資料がより多く残っている、共和政時代と帝政時代の奴隷を中心に紹介するぜ。2世紀の法学者、ガイウスの書である法学帝要には、ローマ帝国に住む人を、自由人と奴隷の2種類に大きく分けている。それほどまでに奴隷は一般的な存在だった。古代ローマにおける奴隷とは、誰かの所有物であり、ローマ法が適用されない人々ということだ。法律が適用されないと、何か困ることがあるの？法律によって守られる一番の恩恵は、裁判を受ける権利や控訴権だ。要するに不当な扱いを受けても、訴える場所が与えられないわけだ。肉体労働や接客業務など、どんな扱いをされても、何も言えない立場ということだぜ。それは辛い。しかし一方で、古代ローマ社会で奴隷は、高度な知的労働にも従事していた。例えば教師や会計士、医師は多くの場合奴隷が従事する職業で、これら高度な知識が必要とされる業務は、多くの場合ギリシャ人奴隷が当てられていたんだ。そんな、現代では資格試験が設けられるほど、難易度が高い職業を奴隷がしていたの？もちろん、知的能力の劣る一般的な奴隷は農場や鉱山で、過酷な肉体労働をさせられていた。しかし、どちらの奴隷にしろ、この当時は社会的にも、経済分野の面でも奴隷は重要な役割を担っていたんだ。へえ、ちなみに奴隷ってどれくらいいたんだろう？最近の研究では共和制ローマ末期において、イタリアには約200万人の奴隷がおり、自由民と奴隷の比率は1対3だったと推定されているぜ。そんなにたくさんの奴隷って、一体どこからやってきたの？奴隷の供給源としては主に4つの手段があったぜ。戦争捕虜、海賊や山賊行為の犠牲者、売買、出産だぜ。これらは時期によっても異なる。出産、自由人である主人が女奴隷に産ませた子供は、法律上奴隷とされたんだ。奴隷の子は奴隷ということ？生まれてきた子もかわいそうだね。しかし、女奴隷は4人以上子供を産むと、その功績として奴隷身分から解放されたという。ちょっと複雑な心境だけどね。最も奴隷として多かったのが戦争捕虜だぜ。戦争が絶えなかったローマ帝国初期の拡大期は、敵地の住人まで捕虜となり奴隷とされたんだ。カエサルの回想録であるガリア戦記によると、カエサルはガリアの一都市を攻め落とした後に、住民5万3000人すべてをその場で、奴隷商に売り渡したという記載がある。5万人もの人々がある日奴隷にされちゃったの。また、現在のトルコ南部にあたるキリキアの海賊は、主要な奴隷の供給元だったぜ。ローマ人はキリキアの海賊と頻繁に取引していた。彼らは主に奴隷をエーゲ海のデロス島で購入していて、ここは当時の奴隷貿易の中心地であったと考えられている。ある時には1日に1万人以上の奴隷が取引され、イタリアへ連れて行かれたと、カエサルと同時代を生きたストラボンの、地理史には記録があるんだ。1日1万人？多すぎない？他にもローマ市民を含む自由人が、経済的理由で自らを売る場合や、子供を売ることもあったそうだ。自由人であっても貧しいと、
仕方なく奴隷となったんだ。古代ローマの奴隷は様々な仕事をさせられていたが、大きく分けて2種類の奴隷がいた。一つは、ラティフンディウムと呼ばれる、地方の奴隷制大規模農場で働かされる奴隷で、もう一つは都市の邸宅で働く家内奴隷だ。どう違ったの？それでは、それぞれの特徴を見ていこう。古代ローマは、地中海を制する覇権大国となる以前は、小規模都市国家に過ぎなかった。しかし、そんな頃からすでに奴隷はいたんだ。奴隷の歴史は古いんだね。貧しい自作農であっても、一人か二人程度の、奴隷を所有することが普通で、そうした奴隷は、貧しい農民にとっての大切な労働力であり、また高価で貴重な財産として、大切に扱われていたようだ。なるほど。人間を家畜というと語弊があるけど、牛や馬のような大切な財産だったんだね。ちなみに、ローマ支配下のエジプトにいた交渉は、200〜300人もの奴隷を所有していたという。300人の奴隷？富裕層であればそれ以上だぜ。例えば、ローマ皇帝ネロの邸宅では400人もの奴隷が働いていた。さすが皇帝。なんと皇帝よりも多くの奴隷を持っていた資産家もいるそうだ。資産家で知られたガイウス・カエキリウス・イシドロスは、死の間際に4166人の奴隷を所有していたという記録が残されている。ローマが覇権大国になると、奪った土地で奴隷制農場が盛んになっていく。こうした経営をラティフンディウムという、新たにローマの支配下となった国の多くの農地が国家所有となり、奴隷を多数所有するローマの貴族や富裕者が借り上げ、使い捨ての奴隷の過酷な労働により、多大な収益を上げたんだ。それが古代ローマの経済を支えていたわけか。ローマの繁栄の陰では奴隷たちが不可欠だったんだね。執政官を務めたマルクス・ポルキウス・カトが記した、農業論という、当時の農業事情がよくわかる農業指導書があるぜ。それには作物の種類や農地面積に対する奴隷の分担などが書いてある。へぇ、例えばどんな作物だと、何人の奴隷が必要になってくるんだろう？60ヘクタールの奴隷制オリーブ園には13名の奴隷が必要で、25ヘクタールのブドウ園には15名の奴隷が必要と書かれている。それぞれの役割分担も考慮された人数だ。オリーブもブドウもローマっぽい農作物だね。ブドウの方が手間暇かかるから、面積が狭くても人数が多いんだ。管理人と家政婦が一人ずつに、多くは農夫や家畜担当といったところだな。ローマは馬車のための道路も整備されていたため、こうした商品を運ぶための、馬車を操作する御車も必要だったのだろう。ちゃんと分担されていたことがわかるね。ローマの貴族は身の回りの雑用をさせるために、奴隷を所有していたぜ。こうした家内業務に従事する奴隷は、農場の奴隷ほど過酷な境遇でなく、解放奴隷となるチャンスも十分にあったんだ。どんなお仕事があったの？家内奴隷たちは業務ごとにそれぞれ担当が、割り当てられる場合が多かったようだ。乳母、子供の世話、家庭教師、給仕、腰担ぎ、手紙の朗読、代筆、食事時の演奏者、門番、夜伽、時報、使い走りなどがあった。家庭教師とか手紙の朗読や代筆なんて、高い教養がなければこなせないお仕事だね。これら以外にも洗濯、衣服の縫製、散髪、性的奉仕などの業務もあったそうだ。古代ローマの奴隷制が他の奴隷制度と違う点としては、なんといっても高度な専門職を奴隷に任せていた点だろう。彼らは教師、会計士、医師、貴族の秘書など、高度な知識を必要とする仕事をこなしていたぜ。それは奴隷と呼べるのかな？現代だって、なることすら難しい花形の職業ばかりだよ。そんなことから、こうした知的労働に携わった奴隷は、その職務に見合った高い待遇を得ていた。中には主人からお金をもらってそれを自由に使えた者もいたそうだ。雇われてるだけに見えるけど？特に厚遇されたのは家庭教師だ。なんと奴隷という身分であるにもかかわらず、自らの主人の指定にあたる自分の生徒に軽い体罰を、与えることすら認められていたというから、本当に奴隷なのかは謎だな。不思議な奴隷制度だったんだね。当時の地中海世界で最高学府とされたのはロードス島だぜ。そこで学んだギリシャ人の奴隷が、特に高額で売買されていたという。剣闘士は、ローマ市民の娯楽として、闘技場で生死をかけた戦いを見せ物にする人たちだ。グラディエーターとも呼ばれるよね。闘技場では、こうした剣闘士の戦い以外にも動物同士、あるいは動物と剣闘士の殺し合いを見せ物として出していたぜ。また、キリスト教への迫害が強くなると、キリスト教徒を猛獣に襲わせて処刑するなど、非常に残酷で血生臭いことが行われていたぜ。悪趣味だな。しかし、これは他に娯楽がなかった。当時としては大興奮のイベントだったんだ。見てる人はいいよね。キリスト教徒への迫害は4世紀にコンスタンティヌス帝が禁止するまで、また、剣闘士試合は5世紀の初めに、ホノリウス帝が禁止するまで続くぜ。
その間、ローマの人々は闘技場の見せ物に熱中し、たくさんの闘技場が建てられた。一番有名なのはローマのコロッセオだよね。ところでどんな人たちが剣闘士になったの？やっぱり腕に自信がある人？剣闘士には、剣闘士の養成所もあったそうだ。確かに弱い剣闘士の戦いなんか、見てもつまらないだろうから、訓練させられたのだろうな。さらに反抗的な奴隷が懲罰として、剣闘士にされた場合も多いようだ。まあ、喜んでやる人なんかいないよね。その境遇を墓なんで自殺に及ぶ奴隷もいれば、後でも解説するが、大規模な反乱を起こした奴隷もいるぜ。境遇を察しするよ。ただしその一方で、勝ち続ければ観客からの拍手喝采を浴び、二重戦ほどすれば奴隷身分から解放されたそうだ。剣闘士の中には、解放されても、観客の拍手喝采を浴びた栄光が忘れられず、自らの意志で再び剣闘士の境遇に、戻ったものすらいたそうだ。古代ローマの行政官職は、ローマの貴族が自らの名誉のために行う無料奉仕だった。もちろん官職に伴うメリットなどはあったが、無給であるばかりでなく、業務に関わるあらゆる費用が自前だった。元老院や執政官など上級官職すべてだぜ。なんで、お給料が出ないの？出ないわけではない。当時の人たちにとって、金銭を受け取って、仕事をするということは卑しい行為だと考えられていたんだ。よってあくまで名誉のために職に就いていたわけであって、こうした上級職は貴族だけに限られた特権でもある。逆を言うとお金を持っていないと、そういう職にはつけなかったということだね。しかし、当然ながら貴族が担う上級職ばかりでは、国家運営はままならず、下級管理が必要だ。それらを担ったのは貴族が、個人的に所有する奴隷だったんだ。国の行政に関わるだなんて、省庁で働く職員さんみたいだね。皇帝や族州総督が所有する奴隷の中には、高度な行政事務に携わる奴隷もいて、権力や蓄財を欲しいままにする奴隷もいたそうだ。古代ローマの貴族は、特に忠実な奴隷として、2、3人の従者を抱えていたぜ。彼ら従者は、幼少の頃より将来使えるべき主人となる貴族の指定とともに、同じ家庭教師から教育を受けて、大切に育て上げられた。エリート奴隷？中には亡くなった主人の後を追って自殺する者や、カエサルの従者のように命がけで暗殺された。主人の遺体を回収したりなど、その主人への忠実さが美談として、伝わっているぜ。奴隷の中には、国家や都市が、所有していた場合もあったぜ。道路や公共施設の補修、または、帳簿作成など様々な公共の仕事をさせられていた。道路公団みたい。しかし、特に国営の鉱山での労働に従事する奴隷の待遇は、農場での奴隷同様に過酷なものだった。また、罪を犯した奴隷は罰として、公衆浴場や下水溝の清掃をさせられていた。貴族と過ごすようなエリート奴隷から、犯罪者の奴隷まで、古代ローマの奴隷って、本当にいろんな人たちがいたんだね。このように奴隷の仕事が多岐にわたったのは、先ほども少し触れたが、古代ローマの市民が、労働によって報酬を得る職業を、非戦なものとみなしていたからなんだ。たとえ国家の役人であっても、報酬をもってこうした職業に就くことは、はばかられたからなんだな。頑張った分だけ報酬を、もらうのは当然だと思っていたけど、古代ローマの市民たちは、価値観が違ったんだね。さて、実際こうした奴隷たちは、一体いくらの値段がつけられたか想像つくか？人なんて売ったり買ったりしたことないから、全然相場がわからないよ。ローマの歴史家キプスリウィウスによると、アウグスプスやカエサルらがいた紀元前1世紀末頃、ローマ市内で一般的な20歳前後の男性奴隷は500デナリウス、女性なら10倍以上の5000から6000デナリウスで、売られていたとしているぜ。デナリウスって言われてもピンとこない。現代の価格では一体いくらだったの？当時ローマ市内では8金のパンを、1デナリウスで買えたということがわかっているので、パンを通して現代価格へ変換を行うとなれば、1デナリウスで2000円前後、この変換額で考えると、男性奴隷が100万円前後、女性は1000万から1200万ぐらいの価格になるな。わお、実際の金額で考えると、男性と女性ってかなり価値が違うのね。しかし、あくまで参考の金額だぜ。デナリウス銀も変動するため、絶対の価格ではない。でも、イメージはしやすくなるよね。さらに、特別な技術や、特技、言語、身体能力、容姿等によっても、価格が大きく変動するそうだ。さらに付け加えると、奴隷の供給量によっても価格は変動するぜ。ああ、さっきもカエサルなんか5万人もの、奴隷を売り渡したなんて言ってるぐらいだからね。だから、領土を拡大していたカエサルの時代は奴隷も多く、この価格も安い方だと考えられる。それにしてもなんで女性の奴隷は10倍も高かったの？それにはいくつか理由がある。
この1世紀末のローマは、様々な地域から男性が中心に移り住んでいたため、圧倒的に女性が少なかったそうだ。そんなに少なかったの？一説には男性7に対して、女性3の割合だったとも言われているぜ。洗濯や料理といった仕事は女性奴隷の仕事で、需要が高かっただけでなく、娼婦としても価値が高かったんだ。特別美人な女性奴隷などは、裸に近い状態でオークションにかけられたそうだぜ。ひどい。カエサルは美女の奴隷女に何万デナリウスも、支払ったという記録も残されているほどだ。わお。カエサルが高値で買った奴隷って、どんな美人だったんだろう。ちょっと見てみたい。また、手に職を持つ奴隷や教養のある奴隷の価格も、何倍にもなったようだ。金細工を作れる職人奴隷やギリシャ人の教師の奴隷等は、大変な価格で売買されたようだぜ。高名なギリシャ教師の奴隷等は裕福な貴族の、家庭教師に銀3タラントン支払われたという。タラントン？タラントンは金や銀の重さを表す単位だぜ。銀3タラントンはおよそ90キロの銀塊で、これも解釈はいろいろだが、だいたい2万3000デナリウス。先ほどの金額で計算するとおよそ4600万円相当と考えられる。もはや家の価格だね。そのためタラントンはその人物の能力価値を示すことから、タレントの語源ともなっているぜ。タレントって、金や銀の重さから来てたんだ。また、奴隷の価値は、老人になると極めて低く、子供もよほど美人や美男子、また歌がうまいなどの、特別な才能を持つ者以外は、労働力になるまで、時間とお金がかかるため、大抵は大人の、10分の1の価格で取引されたそうだぜ。奴隷は、主人の所有物であり、主人は奴隷の生殺与奪、要するに生かすも殺すも、与えるも奪うことも、自由な権利を持っていた。ほとんど家畜みたいなものだ。ひどい。ただし、厳格な家父長制があった古代ローマにおいては、一家の長は自分の妻や子に対しても同じような権利があったぜ。え？奥さんや子供を生かすも殺すも自由だったの？そんなことから、必ずしも奴隷だけが、ひどい扱いをされていたわけではないということになるな。要するに奴隷も家族並みの扱いだったとも言えるんだ。現代の倫理観ではちょっと想像が難しいね。もちろん奴隷は自由人のような法的権利は認められていなかったが、都市部の奴隷は金銭や物などの個人財産を持つことや、事実婚を行うことは一般的に認められていたぜ。結婚もできたの？しかし、犯罪の疑いがかけられた奴隷に対しては、主人が拷問によって証言を引き出したり、また、主人の殺害については近くに居合わせた奴隷全員を、処刑することも一般的だったそうだ。性的虐待も法的に何も問題はなかったぜ。奴隷は解放されることも期待できた。どうすると解放されるの？主に都市部の奴隷は懸命に、誠実に仕事に取り組んで主人によく使えると解放されることがあった。しかし、この解放されるまでの期間は、5、6年から20年近くと大きな幅があるようだ。また、農村地帯で働いていた奴隷は、農場を管理する者を除いて解放されることなく、死ぬまで奴隷として働いたと考えられている。ちょっと知的に高い奴隷なら解放される可能性があったようだね。古代ローマの奴隷制度は、征服していった地の大勢の人間を、外部からローマ社会に取り込むための、仕組みでもあったようなんだ。なるほどね。だからいくらか寛容な雰囲気があるんだ。解放された奴隷の子供の代では、ローマ市民権を得ることすら可能で、後に解放された奴隷自身にも市民権の獲得する機会が与えられたというぜ。しかし、祖父の代まで遡って奴隷出身であると、食用などの制約があったという話もある。また処罰を受け足かせをつけられたり、烙印を押されたりした経歴がある奴隷は、解放されて自由人になってもローマ市民権は得られなかったぜ。完全な自由市民ではなく、差別もされていたようだね。それでもちょっと想像していた奴隷とはだいぶ違う印象かな。また、奴隷は自分自身や第三者が主人に対価を支払うことで、解放されることもできた。でも男性で100万とか、女性に至っては、1000万もの大金は自分では払えそうにないよね。結局は頑張って働いて、解放されることを待つしかなかったのかも。ちなみに、こうして解放された奴隷は、解放奴隷という自由人となるぜ。男性の場合リベルタス、女性の場合リベルタと呼ばれた。しかし、彼らは解放後も元主人やその家に対して、様々な義務を果たすことが法的に決められていた。なんだか組織のことをファミリーとか呼ぶマフィアの世界みたい。解放奴隷の中には皇帝のファミリアの一員として、権勢を振るった者や、学者や作家として、優れた業績を残した者もいたぜ。パンと見せ物、あるいは、パンとサーカスという、言葉を聞いたことあるだろうか。
ファンと見せ物は、古代ローマの風刺詩人である。ゆえナリスが詩に用いた表現だぜ。風刺？ファンはもちろん食料のこと。原料となる小麦粉が特別特価で売られたり、あるいは無料で配られたりする。そして、見せ物とは、娯楽のこと。ローマ政府が人々に無料で提供した娯楽は、競技場での戦車競争や、闘技場での、剣闘士試合などを指すぜ。それがどう当時の風刺になるの？ローマの有力者たちは大土地所有地で、奴隷たちを働かせ富を蓄えていく。しかし、そのために有力者と、中小農民たちの間で貧富の差が開いていったんだ。没落した中小農民はプロレタリアと呼ばれ、もはや何も生産しない市民となってしまったが、彼らはもともとローマの市民権を持った人々だ。その市民権の中には、選挙権が含まれていた。何も生産できない貧しい市民でも選挙権はあったんだね。共和制ローマの時代は、当然王様はいない。役人は選挙によって選ばれていたぜ。そのため、政治家たちは無産市民であっても選挙権を持つ。彼らを無視することはできなかったんだ。彼らの要求に応えれば、彼らの持つ領を手に入れることができたからだ。だからこうして、無産市民のために、食料と娯楽を満たすようなことをしたんだ。そんなことされたら私だってその有力者に一票入れちゃう。待て待て。それは現代でいうところの買収と同じことになるぜ。食のない無産市民に無償で食料を与えるのは、一見すると社会福祉政策のようだが、これは国からの福祉ではなく、権力者からの恩寵として与えられた。そのため、選挙の際は恩寵を与えてくれた。権力者に無産市民は票を入れるわけだぜ。そっか。現在それが違法となっているのは、お金さえあれば政治家になれる。つまり政治家は、お金で買えることになっちゃうからなんだ。ユエナリスのパンと見せ物という言葉には、有力者から無料で与えられる食料と娯楽に、ローマの市民たちが本来持っていた知性を曇らせ、政治家の本質を見ずに投票を行っているという、痛烈な意味が込められていたんだ。さて、古代ローマの奴隷の中でも有名人物にスパルタクスがいるぜ。スパルタ教育の由来の人？スパルタ教育の由来は古代ギリシャの都市スパルタが語源となっている。当時最強を誇ったこの都市の男子の兵士訓練が、異常なほど厳しかったことが由来だぜ。ということは、スパルタクスも、めちゃくちゃ強かったんだろうね。実はスパルタクスはスパルタの出身ではない。たまたま名前が似ているので勘違いする人もいるが、スパルタクスは、現在のバルカン半島南西部にあたる、トラキアの生まれで、奴隷としてローマに連れてこられていたぜ。なんだ？奴隷スパルタクスの生きた時代、人権のない奴隷たちへの、搾取は非常に厳しく、紀元前2世紀頃からは、たびたび奴隷反乱が起こるようになっていた。紀元前135年と、紀元前104年、ローマの属州だった、イタリア南西に位置するシチリア島で、二度にわたる奴隷反乱が起こった。どちらの奴隷反乱もローマの軍によって鎮圧されてしまうが、ローマ社会には動揺が広まっていた。奴隷たちとローマ軍たちの緊張が高まっていたんだね。そして紀元前73年、スパルタクスによって、ローマ史上最大の奴隷反乱が起こる。この頃は内乱の一世紀と呼ばれているぜ。ローマの議会は市民会を基盤とする民衆派と、元老院の下等政治を支持する罰族派に割れた動乱の時代だった。ふむふむ。当時、奴隷の中でも戦士として見込みのある者は、剣闘士とするために剣闘士養成所へ送られた。スパルタクスもその一人だった。スパルタクスは、トラキア人と現在のフランス、ベルギーにあたるガリアの人が所属する、イタリア南部にあるカプアの剣闘士養成所に入れられていたぜ。きっと厳しい生活だったんだろうね。そのためカプアの養成所にいた200人の奴隷が脱走を試みたんだ。しかし密告によって200人のうち約70人しか脱走できなかったそうだ。脱走に成功したスパルタクスと仲間たちは、通りがかった馬車から武器を奪い、武装化してベスビオス山に立てこもって、交戦することにしたぜ。うわ、武装化した剣闘士？強そう。この時、彼らは自分たちのリーダーに、スパルタクスを選び出した。スパルタクスは、武勇に優れるだけでなく、恩和で知性があり、その才能豊かな人間性が、人々を引きつけたようだな。スパルタクスはリーダーとして適任だったんだね。スパルタクスたちは差し向けられた。討伐隊の攻撃をしのぐどころか、見事に返り討ちにして、さらにカプアの奴隷たちを仲間に加えてしまう。剣闘士みたいな猛者たちがリーダーなら向かうところ敵なしだね。当然ローマ元老院はスパルタクスら奴隷を鎮圧しろと、ローマ軍に命令したが、ローマ軍は、スパルタクスたちをただの奴隷の集まりと軽く捉え、山で餓死するのを待とうとした。確かに奴隷の寄せ集めだけどさ、ローマ軍は山へと通じる一本道を封鎖して奴隷たちが、降伏して降りてくるのを待っていた。ところが、奴隷たちは思いのほか知恵を身につけており、
ローマ軍の背後の崖から、武器や道具を巧みに使い襲いかかり、スパルタクスたち奴隷が勝利するぜ。奴隷を舐めんな。彼らの強さとその規模に驚いたローマ元老院は、ホームカンプブリウス・アリニウス率いる反乱討伐軍を編成。リベンジを挑みたが、スパルタクスら反乱軍は、簡単に彼らの攻撃を跳ねのけ勝利してしまう。逆にローマ軍の装備を手に入れ、ますます強くなっていった。なんだかワクワクするね。頑張れ反乱軍。ローマ軍に勝利したスパルタクスの噂は広まり、反乱軍は一気に総勢7万人にまで膨れ上がったぜ。この中には地方の牧場などで働く過酷な肉体労働を強いられていた奴隷などもいたぜ。スパルタクスは奴隷たちの希望になっていただろうね。反乱軍の快進撃は収まらず、南イタリアから北上する。先々で奴隷たちを助け出しどんどん仲間を増やしていったぜ。彼らの全盛期には12から20万人、最終的には30万人以上に膨れ上がったともされている。遣唐使から始まったこの蜂起は、様々な労働に従事していた奴隷たちにも広がり、驚くことにローマ軍からの逃亡者もこの中に加わったという。すごい大規模な反乱になったんだね。この勢いでローマを倒しちゃえば？しかし、スパルタクスの本当の目的は、打倒ローマではなかったぜ。アルプスを越えて奴隷たちを自由にし、彼らの故郷へ返すつもりだったらしい。しかし、彼らは仲間を増やすことには成功したものの、北イタリアでは南イタリアほど奴隷たちの支持を得られず、食料すら調達するのに苦労するようになってしまう。またアルプスを越える中で雪が降り始め、過酷な状況に脱落者が続出する始末となってしまうんだ。うまくことが運ばないこともあるよね。北上を諦めた反乱軍は、一時食料の豊富なシチリアを目指して進軍。ここでも、ローマ軍は迎撃作戦に出たが、反乱軍は難なくクリアする。反乱軍どんだけ強いの？ローマ元老院はもう負けられないと、今度は金に物を言わせて戦う作戦に出たぜ。討伐司令官の中に超大金持ちのクラッシスがいた。クラッシスってカエサルと三党政治をする政治家じゃなかったっけ？彼は政治家としてだけでなく、強力な軍人としても名を馳せた人物だぜ。彼を討伐軍の長に任命し、6軍団を与えた。軍団の費用はクラッシスが全て賄ったと言われているぜ。というのも、大敗続きでローマ元老院には、軍費を出す余力さえなかったからだ。今度はどうかな？しかし、このクラッシスも反乱軍の強さを侮っていた。反乱軍はなんと海賊たちとも仲良くなり武器などを買い占めて、一段と強力な軍団となっていたんだ。彼らはシチリア島からアフリカに逃げようと計画していた。反乱軍かっこいい。クラッシスはこれを目の当たりにし、反乱軍との直接対決を避けることにした。元老院に、三党政治のもう一人の盾役者である、ポンペイウスを遠征先のスペインから帰還させるよう要請するぜ。帰還するまで時間を稼ぎながら、海賊を手なずけて反乱軍の中を引き裂き、南イタリアの奴隷たちには市民権を与え、反乱軍に味方させないよう手を回した。さすが大物政治家クラッシス。人の手なずけ方がえぐい。そんなわけで、いつの間にか反乱軍の味方はごくわずかとなってしまった。そうこうしているうちに、スペインからポンペイウスの遠征軍が帰還。最悪の状況下、スパルタクスは反乱軍の統制が失われたことを知りつつも、クラッシス軍を迎え撃つために全軍を集結させた。そうして、スパルタクス最後の戦いとなるシラルス川の戦いが始まるぜ。どうなっちゃうの？反乱軍は次々と倒れていくが、そんな中でもスパルタクスの奮戦は凄まじく、クラッシスの軍団に大きな打撃を与えたぜ。しかし、ついに彼の剣はクラッシスに、届くことなく戦死してしまったぜ。ああ、無念、スパルタクス。戦いの後、クラッシスは6000人の捕虜、見せしめとして十字架にかけ、アッピア街道にさらした。さらに、逃亡した反乱軍の生き残り約5000人を捕獲して虐殺してしまう。こうして、スパルタクスの起こした、大規模な奴隷反乱は幕を下ろしたんだ。途中まではうまくいっていたのにね。でも、一回の剣闘士だったスパルタクスも、最後まで投げ出さずに戦い抜いたのはすごいと思うよ。スパルタクスの反乱は、歴史上唯一正しい戦争だったとも評価されている。これは過酷な運命を背負わされた奴隷たちが、理不尽な扱いから逃れたいとの一心で起こした反乱だからだ。スパルタクスは戦いに敗れて目的を成すことはできなかったけど、奴隷解放のために多くの奴隷たちが反乱軍として、戦ったという事実は全く無意味なことではないと思うよ。実際、これ以降、ローマ人の奴隷への態度は、少なからず変化していくこととなる。以前のように奴隷を酷使し続けるのは、危険だと気づくきっかけとなった。奴隷たちに報酬を与えたり、家族を持つことを許したりした。さらに大農園のラティフンディウムでは奴隷を減らして、小作人を雇うようにもなっていく。そして、この後古代ローマ時代において、大規模な奴隷による反乱は二度と起こることはなかったぜ。
そうだったんだ。ローマに反抗するスパルタクスの勇士は、後世にも多大な影響を残した。近現代になると彼は再評価され、カール・マルクスは古代プロレタリアートの真の代表者と評し、彼の名は解放を求める労働者階級の象徴となっていくぜ。また、パリのルーブル美術館には、スパルタクスの彫刻があるが、これは1830年のフランス市民による7月革命の象徴とされたんだ。ということで、今回の動画は以上だぜ。古代ローマ社会を支えていた、奴隷制についてその実態を解説してきたぜ。奴隷というと理不尽に蔑まれた弱い立場の人々といった印象があるけど、古代ローマでは専門知識が必要な職業に従事するような奴隷がいたり、奴隷だけで反乱を起こしたり決して弱くなんかなかったようだね。確かにスパルタクスの反乱にも見られる通り、ひどい扱いを受けた奴隷たちもいたぜ。しかし、以後はローマ社会において奴隷制度が、疑問視されたという証拠が残されていないんだ。後に解放を求める労働者階級の象徴となったあたり、もしかしたら、古代ローマでの奴隷って、現代社会のサラリーマンぐらいの、立ち位置だったのかもしれないね。この動画が面白いと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタンを、ポチッとしてもらえるととっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。